にちは。二足のわらじスト、マモップでございます。本日は3月3日、現在16時半を過ぎたあたりなんですけども、昨日ですね、女子のトーナメントがですね、2戦目、初戦は初戦のダイキンオーキッド、沖縄で行われるダイキンオーキッドは、中止ということで発表されていたんですけども、第2戦がですね、昨日中止、第2戦も中止ということで発表されました。当然この状況ですから、そういう中止という決断を下したんだと思います。もちろんスポンサーの方やその運営される方、苦渋の決断だったと思います。で、状況的に致し方ないという結果にはなっているんですけども、なぜ1試合目が初戦ですね、ダイキンオーキッドが、無観客試合というふうな最初状況でいたのが、中止というふうに決定になりましたので、現在その中止と原因となっているコロナウイルスに関してまだまだ好転している状況ではないですし、まだまだ予断を許さない、これから感染が広がることを懸念している状態ではありますし、公立の学校とかも昨日からもしくは今日から休校になったりとか、そういったこともありますので、やはり簡単には、結論が出ない状況ではあります。ただ、そうですね、あくまでも私的個人的な考えというか頭の中でしか考えられないんですけど、初戦がですね中止に決定している状況では、2試合目3試合目と現状では開催しますっていうふうにはできないですよね。で、いろんな人の意見とか、もしくは医療関係者というか、ちょっとね知ってる人とかにも話を聞いたりとかした限りでは、現状でこのそう簡単に収束しましたみたいな、収まるような状況ではないですし、現在まだオリンピック、7月から開催されるオリンピックも果たして世界的な規模で見たときにどうなのかみたいな話にもなっているので、今の段階でいけば、一応政府からは、ここ1、2週間が山場だというふうに言われているので、政府からは3月の中旬ぐらいまではちょっと差し控えてくださいという通達というか、お願いみたいな形で話があるようなので、少なくても3月の2週目3週目ぐらいまでは大きなイベントというのは簡単には開くことができないとは思います。女子のツアーっていうのが3月の最初の週ですね、今週、本当は今週ですよね、今週からダイキンオーキッドが開催されて、次週横浜タイヤで、その後、Tポイントレディースが20日からということなので、現在2戦目の横浜タイヤですね、こちらが中止が昨日決定されて、で3月20日からの T ポイントはまだ発表されていませんが、現在の状況でいくと、これ開催がやっぱりやりますっていう、これをやりますっていう形にはできないかなっていう雰囲気にはなってますよね。で、
その3月の最終週であるアクサレディスに関してももしかしたら状況としてはちょっとあまり簡単に開催しますよっていうふうに言えるような状況ではないといえばないんですよね。まあ、まだそのどういう判断を下すかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ中止っていうふうに決めてしまっている限り簡単には やれないですし、もう簡単にやるっていうふうにも言えないと思いますし、こう状況として、まあ、やれるのかって話になってくると、まあちょっとどうなのかなと。ただできれば自粛っていう形でやめるっていうのはやっぱりやめ、それはちょっと、やめといた方がいいかなっていうふうには思いますよね。まあ、自粛っていうふうに言ってしまうと、もう何でもかんでも今やってんのかいみたいな、まあ最近ではちょっととある芸能人の方がスキーに来てますみたいなことを SNS で上げたら、スキーやってる場合かみたいな、いやもうやってる場合ですよ別にいいと思うんですよ。その個人的に何かを楽しむっていうのはやめてしまったらそれ経済活動が止まってしまいますから、だからできればゴルフ行きたい方、ゴルフ行った方がいいと思います。でもちろんね、コロナウイルスが怖い人は怖いと思います。ですが、まあ実は今日私もゴルフに行ってきました。ですがお風呂なし、まあロッカーもほぼ使わず、まあ今日はジャケットを着ていかなきゃいけないゴルフ場だったので、ジャケット着て、まあジャケットだけを脱いで、でシューズ履いて、まあなるべく消毒はするようにと。で自分で携帯用の、まあ、消毒剤というかそういうのを持ち歩きつつ、まあ、外に出てしまえばね、同じ組の人たちで、今日は、歩きのラウンドだったんで、まあ、カートには乗らないので一緒の組の人とも濃厚接触はほぼないので、まあ、そういった状況であれば、まあ、全く問題ないと思います。でこれでもしコロナウイルスにかかるんであれば、インフルエンザも、風邪、他の風邪の菌もうつりますんで、それはその自分の体調管理の問題なのかなっていうふうには思います。まあもちろん得体の知れないものとして今まだコロナウイルス、新型コロナウイルスっていうのがあるので、ね、ちょっと怖い人は怖いと思います。なので、まあ、ゴルフ場ももしこういう状況でしたら、まあおそらく今後このクローズするようなゴルフ場も出てくると思うんですよね。まあ、現状では東京都がちょっといろいろと通達を出しているので、若洲ゴルフリンクスと、まあ、どこなのかな、東京都都民かな、分かんないけど、東京都の、まあ、管轄であるゴルフ場に関してはおそらくクローズになってしまっているとは思うんですね。で、まあ、そういったところじゃない限り今のところクローズにはなってないんですけど、まあ、今後これクローズに、しようかなっていうコースも出てくるのかもしれないんですけど、まあ、ただクローズにするんではなくて、クローズしなくてもできるような方法をできれば取るような形を取れたらいいのになと。ですから例えば極端ですけどクラブハウスを使わないような、接触、濃厚接触があまり行われないような、営業の仕方、その代わりちょっと、まあ、例えば割安にするとか、まあ、なんかそういった営業の仕方もありなのかなっていうふうには思います。で例えばゴルフ場のクラブハウスを使わないで、まあ、受付だけして、料金だけ払う、まあ、あとはまあ、ロッカーも使わないでもういいという形で、あとプレーして帰ると、まあ、それだったら、ね、意外とゴルフ好きな人からしたら安くて、まあ、食事も別にそんな無理して取らなくてもいいから安くて、ゴルフが楽しめるんだったら別にそれはそれで悪い話ではないと思うんですよね。ですからなんか
その完全に経済活動というかそのゴルフ場の運営とか、もちろんその運営の中で携わる人たちがたくさんいますから、その人たちが全て仕事がなくなってしまうなんていうことになったら、やっぱりそこからどん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 経済活動も止まってしまいますし、そのままいったら本当に、まあ、現状でも大変なことになってますけど、もっともっと想像ができないぐらい大変なことになってくる可能性があると思うので、まあ、ちょっとそういったのも考えてゴルフ業界が動いてくれたらいいなと。まあ、今日行ったゴルフ場は歩きのゴルフ場でまあまあいいコースでしたけど、かなりいっぱいお客さんいました。はい、なんかコロナウイルスどこ吹く風みたいなね、平日ですし、まあ、それでいいと思うんですよ。はい、まあ、ちょっとスポーツクラブなんかがやはりちょっと自粛な雰囲気が出てきてしまっているので、ちょっと今後どうなるかなっていうのはちょっと心配なんですけど、まあ、インドアの練習場のレンジなんかはかなりちょっと、条件が悪くなってくると思うので、まあ、まだまだ影響が大きく出てくるかなっていうふうには感じてます。まあ、急遽ちょっとこんな動画を作ってみたんですが、まあまあ見る人も少ないですし影響も少ないですけど、なんとかこうゴルフ業界で業界全体でなんとか頑張っていく方法を、考えていけたらなと。一歩やってみてダメならやめればいい話ですから、とにかくやってみるっていう、そういう状況になればいいなと思います。以上、マーモップでした。ありがとうございました。皆さん、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お待ちしてます。じゃあまたお会いしましょう。さようなら。